ワンちゃんです。かわいい。バンビみたい。綺麗ですね。やっぱこれぐらい離れた方が綺麗に撮れますね。こんにちは、ハンリオパ。はい。このみんな撮ってるね、写真。そうですね、ここやっぱ一番綺麗ですね。撮りますか。はい、はい、これでも、師匠なんでここに来たかったんですか。え、なんでここに来たかったんですか。ここ、はい、ここはね、映えるからついに師匠も映えを意識する。いや、そういうみんなに見せてあげたいじゃん、ここ。はい、これまだ少ない方だよね。これ絵力やっぱすごいですね。え、絵力あります。誰、これ誰じゃなくて、ここです。これ見てください。ん、すごいですか。うわ、すげえ。この間をやっぱ今、大河内荘だっけ。はい、涼しいですね。うん、涼しい。涼しいけど暑い。これ雪降ったんだね。まあ、多分こういう京都の旅歩き動画って、うん、まあ、あるとは思いますけど、うん、こんな映像はないでしょ。いや、なんかこんなのもいいなって思いますね。あら、それは京都のお前、はい、そのお前いいからな。これが早朝とか来れば本当誰もいない時間に。いや、誰もいないね。もやかかって、はい、あった。そういうのを生業にしてる人もいそうですよね。ああ、そうね、はい、だから夕日撮ったり朝日撮ったり、ね、そうですね。そっちがいるみたいな。ほらほら、大河内伝次郎撮りますか。はい、ね、あ、開いてますね、今日。これ閉まってましたけど、ちょっと引かれてませんか。もう俺だって知らないからね、はい、そうですよね。あ、別に どうなんですかね。ちょっと行ってみたい感じはありますけど。あんたなんか大河内伝次郎はおるか、はい、大石蔵之介も知らないんだから。伝次郎先生しか知らないですね。あれ、しばらくの先輩でしょ、はい、そうです。市原高校、はい、その先輩が米助師匠です。おお、その先輩が、あの、うん、道子お姉さん。え、桜台の。あ、そうなんですか。道子、あの道子。はい、あ、言ってましたね、しばらくしようと、うん、電車です。お任せします。そうなんですかね、ちょっとあまりわかんないんですよ。佐賀の方に来るんじゃないの。あ、そうだと思います。ねえ、はい、やっと歩いた。もう1万歩行ったんじゃない。1万歩ぐらい歩いてると思いますね。あんたは7000歩ぐらいだ、はい、何歩すぐ。あ、ここだ。左行くと、はい、髪の毛の髪の毛。あ、9000歩になりました。9000歩、はい、じゃあ俺はもう1万歩歩いたの。
左側も大変だ。下りはきついですよ。下りの方が。あ、見えてきましたね。神様？はい。本当の神様。駅も見えてきたよ。神の神様は。俺は別にハゲたっていいのよ。そうなんですか。うん。それを売り物にすればいいじゃない。そうですね。夜間なめですか。しばらくみたいに。あんな形ではやらない。出てきて、出た、池が出てきて、あ、涼しい、はい、出てきたね。いやー、師匠なんとか歩き切りましたね。ほら、これ見て。はい。捕まれない。見放されたかな。捕まれない。師匠、ヘロヘロじゃないですか。これ、ほら、なんか虫が降りてきた。虫が、青虫ですね。毛虫が来た。毛ですか。毛虫がほら、はい、毛の神様だ。毛生えてましたか。毛生えてないけど。じゃあこれから生えんじゃない。生やしてもらいに来たんですね。虫がこうお願いして毛虫になったんだよ。あ、夢がありますね。そうだな、はい、元犬の白はお願いして毛抜けましたけどね。出た。この間ちょっと久しぶりにやって、はい、受けたもんだから。いやいや、ちょっと鼻が伸びて。鼻が伸びて。ネッシーがいます。どうですか。ネッシーほら、あそこ。これですか。なんかあそこネッシーいるじゃない。動いて。これ風で流れてるんだと思う。あ、ネッシーじゃないの。はい。こんなの撮ってどうするんですか。え？こんなの撮ってどうするんですか。たまにね、夏休みがないと。そうですね。皆さんね、真剣に。え、ネッシー？見てる人もいるかもしれないですか。ふざけんじゃねえってなります。ハスの葉っぱが枯れちゃって。枯れハス、枯れハスって何かあったよ、ジュースで。カルピスじゃないですか。いや、なんか水とか。イロハスですか。イロハスか。来ましたね。来ましたね。2度目。なんかちょっと見た感じ、髪の毛に困ってるような人は来てないみたいですけどね。そうね、はい、俺も困っちゃいないよ。そうですね、今日は予防ということで。予防？はい。美容師特化試験が一番多い。あ、触んないような。あ、もうほら、浅間神社もそうだった。これを貸してもらってみようか。気にしてる人いるんだよね。そうですね。芸能人ゾーン。美容師さんのほら、卵がやってんだよ。あ、そうなんですね。うん、毛で稼ぐから。通りでちょっとおしゃれな感じの人多いと思ったんですよ。ねえ、そういうことですね。俺も美容師だから。はい。あ、ごめんなさい。ちょっと適当に流しちゃいました。そうなんですか。あんた今気を抜いたでしょ。あんた。これいいね。バイキング。バイキング。いや、元冬木さんもあったよ。ここでやり取りをしてるのはまた面白いですね。うん、M字ハゲの進行が止まりますように。さすがに彼は、あ、僕は、あ、僕は手遅れですよ。スカルプ D とか。あ、これ会社じゃない。元冬木さん。アンガールズと。あ、ほら、小杉さん。この辺やっぱり前に出るようになってんだね。これはやっぱり芸人なだけ。ねえ、これはやっぱり看板だから。なんか面白いことを言わないといけないっていうプレッシャーを感じますね。これは芸人じゃないから言わない。あれ。これはカツラだから。毛はなくてもいいのよ。ちゃんちゃん。はい、行きましょう。いや。まあ、おーってなってる人多分いたと思う。三上神社。社務所。三上神社。
狼じゃない。はい。お、電車で帰るか。電車で帰れるんですかね。帰れない。なんかあそこ駅あったよね。はい。歴史的風土特別保存地区だって。これ何があるんだろう。紙の食譜どういうこと。食譜って書いてなんか読み方ある。いや、ないですね。食譜です。レシピですね。レシピ。レシピ。はい。食の譜面なんで。はあ。レシピって。じゃあ何、品物ってこと？いや、髪の毛の。レシピ。ああ、作り方か。そうだと思います。っていう謎々です。あら、ほらすごい。年輪が分かんねえなこれ。空白の10年ぐらいがあります。あるね。はい。黒年輪。気が育つ。あら、車屋さんがいる。疲れた人待ってますね。これくたびれた人いるよね。はい、もう歩けない。いると思います。ありがとうか。これ どの道をアナウンスしようかなって感じですね。説明してくれる人いるんだ。これ歩いてもらったらいいですよ。前なんか犬の家やったよね。犬の家。ああ、犬飼ってる人いました、ね。うん、そうだよ、あんた。はい、じゃあ切って。切るんですか。言えないようなこと言いますか。言えないような。じゃあ一旦カットします。民家を通って帰ったんですけど、うん、確か遠回りだったと思います。終電がないんで、うん、なんか違う方法で帰りましょう。はい、ワープ使いますか。ワープ使う。デロリン。あ、全く運転だけしない。